The moment comes.台風18号の接近でですね、いろいろとスケジュール的にだいぶ番狂わせがありまして、昨日は遅くまで、かかってしまい、今日は朝早くからもうこのお昼前に、表彰式を迎えるという、場面になりました。この大会を迎えてですね、この南房総、千歳ポイントのローカルサーファーの方たち、皆さんありがとうございます。昨日今日とですね、この悪天候の中、我々運営にいろいろと朝ごはんからお昼までいろいろとサポートしていただき感謝しております。ありがとうございます。では、運営のジャッジ皆さんお疲れ様でした。ではそろそろ、表彰式を始めたいと思います。まずはじめにですね、南房総市副市長の島田守様よりお言葉をいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。こんにちは。お疲れ様でした。私がの普段の行いが悪いというわけでは多分ないと思いますけど、あいにくのこのようなお天気になってしまいましたけれども、皆さんの方は満足する結果が出せたのでしょうか。優勝されました、ごめんなさい、優勝されました皆さんも、そしてまた大会運営に関わられました全ての皆さんに、お祝いと感謝を深く申し上げます。全国各地から50名弱の皆さんが参加してくださったというふうに伺っております。で、皆さんの中には2020年 の、 その東京オリンピックのサーフィン、を目指している方もいらっしゃるというふうにも伺っております。で、この南房総市にいくつかのポイントがありまして、そのエリアも、オリンピックのサーフィンの開催地としてエントリーはした、応募はしたんですけれども、残念ながら線に漏れてしまいました。しかしながらですね、いいポイントたくさんございますので、今後ともですね、皆さんにぜひ愛していただきたいと思います。そして、そのためにですね、私たち地元の行政も市民も、そして、地元のサーフィン愛国家の人たちもですね、この海を、きれいな海を守っていくために、一生懸命頑張りますので、今後ともどうぞ可愛がってやっていただきたいと思います。皆様方に、感謝を申し上げましてご挨拶いたします。お疲れ様でございました。まずはセミファイナルで、大健闘してもらった3位の2人、マニワサイ選手、ごめんなさい、プレゼンテーターは、従前会渋谷様、よろしくお願いいたします。第3位マニワサイ選手、こちらへどうぞ。もう一人同率3位の西本樹里選手、今ちょっと着替えてるみたいでシャワーが追いかけない。じゃあちょっと感想を聞かせてもらおうかな。サイちゃんどうでした今日は。初のセミファイナルかな。はい、そうです。昨日に比べて今日の波のコンディションはちょっとハードだったでしょう。それはどうですか。いやちょっとハマっちゃいましたね、セミファイナル。確かこの大会で一番年若い、はい、でしょう。今何歳ですか。今14歳。じゃあこれからオリンピックに向けて、先輩たちをだん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 やっつけていって、オリンピック出たいですか。出たいです。はい、出られるように毎日毎日練習して、また次の大会も頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとう、おめでとうございます。それでは、で変わってもらう決勝に残った2人、もう成績が出てるんでね、2位の脇田沙羅選手、そして優勝の松田志乃選手、おめでとうございます。ツアースポンサーの G-SHOCK からベイビー G ですね、優勝の松田志乃選手にプレゼントです。そしてハイドロフロスからこれはなんていうの、ボトル、ボトルですね、はい、プレゼントです。はい、プレゼンテーターは宗教法人国中会代表の田中様、よろしくお願いいたします。それではまずセミファイナルの、3位、
川端海人選手、白、ゼッケン白、そして、金沢ロイ選手、おめでとうございます。ではまず、はい、川端選手。おめでとうございます。新しいニューフェイスですね。頑張ってください。これはニューエラからツアーサポートのニューエラから帽子、もしよかったらプライベートで撮ってください。写真は大丈夫ですか？あ、集合です。集合ですね、はい、じゃあちょっとこっちで。そしてファイナリスト2名こちらへどうぞ。2位の神山キアヌ選手、そして優勝の安土城選手、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そうですね、ハイドロフラスクから ポットのプレゼントです。で、G ショックから最新型の G ショック、ニューエラの、今シーズンのツアーキャップですね。プライベートで送ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは、南房総市市長賞、もう一度、すみません、島田様、よろしくお願いいたします。はい、メンズ優勝の安土城選手、こちらへどうぞ。それでは市長賞を渡します。市長賞優勝安土城様、あなたは MBJ 実行委員会主催の MBJ 南房総ジュニアプロにおいて当初の通り優秀な成績を収めました。よってここにこれを賞します。平成29年9月17日南房総市長石井豊、どうもおめでとうございました。ありがとうございます。写真を